そうですね。私もね、ほとんど全員出ないので。この間、TPS さんの、ね、はい、コラボで、はい、この練習ね、いっぱいやったと思う。やりましたね。ここでの位置のボレーね、はい、プロからこうアドバイスしたことになってます。はい。まあ、ちょっとその辺も踏まえながら、はい、説明してください。はい。基本的にやっぱボレーに出たら、もうこうやって突っ立ってるのはもうなしですね。棒立ちはなしですね。もう今度多分このポジショニングになるってことは、今度空いてるところは足元とか、そう、前か後ろしかないですよね。そうってなると、やっぱり重心は低くしといてあげた方が、そう、足元のボールもやっぱりボール足元に来るのに対して自分も一緒に下がって打つ、こう一緒に下がって打つとやっぱ難しいので、最初からもうしゃがんでおいて来たのをもうラケットだけ準備して打ってあげる。そう、はい、まあ、サービスラインなのでこんだけ離れてるわけですよね、はい、ってことは来るところ、はい、確率が高いので、高さで言うとやっぱり低いところ足元ですね、まあ、当然やっぱ重心は落としといた方が、そう、落としといた方がいいです。上から下の感覚がない方が安定しやすい、うん、はい、まずもうそこに、ここですね、こういう感じ。大体どれぐらいの感覚で落とすんですか、足の表示スタンス。どんぐらい、そうですね、やっぱり、自分の一歩目が出しやすい、動きやすい、このなんだろうな、スタンスっていうのがやっぱ一番だと思いますね。そう、これは多分人それぞれなので、そう、一番自分が動きやすいスタンスでいいと思います。なおかつ重心が落とせる。そうですね。そうなので、大体まあ肩幅よりも拳1個分外側っていうイメージですかね。私は多分ラケット1本分いかないぐらいかな。まあ1本分、大人の方だとやっぱ1本分ぐらいですかね。これはラケットの大きさ同じだけど、体の大きさみんな違う。あ、そう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 。なので僕逆にラケット1本分だと足りない。まあ大体肩幅ぐらいでいいと思います、はい、うん、で、それでちょっと腰を落としてあげる。まずこの体勢が、そうですね、この体勢ですね。そう、こうしとけば足元のボールもすぐこうラケット取り出すことが、で、上のボールなんかは逆に言うと、この足の蹴り上げですぐ後ろに行ければいいかなっていうのがあるので、やっぱ突っ立った状態からこうやって体向けるのと、やっぱね、膝曲げてからの一歩目ってやっぱ蹴り出しが全然違うので、そうそうそう、なるべく重心は低くしてあげて、で、この時もかかとは少し上げといてあげた方がいいですね。そう、かかとちょっとだけ、本当に分かりづらいと思うんですけど、ちょっとだけ本当にもう、そう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 、そうですね、この方がやっぱ動き出しはね、やっぱね、つま先の星形みたいな。あ、そうです、そうです、そういうイメージ。そうで、やってあげるといいかなと思います、はい、そう、こういうイメージです。そうで、ここでクロスに返した場合、ローボレーですね、クロスに返した場合はやっぱり基本的にはクロスラリーがメインになってくると思うので、そう、自分があんまり前にこうどんどん詰めすぎない。そう、詰めてっちゃうと今度味方後ろになっちゃいますよね。そうで、今度そうなるとクロスで上を上げられてしまう可能性が出てきちゃう。そうなので、なるべくこの後ろ、まあ、全員にアプローチから前に来た場合は、そう、クロスラリーをメインだと思うと、打ったらしっかりと戻る。そう、打ったら戻る、打ったら戻る。でもそれで、まあ、自分にチャンスが来ましたってなった場合は、前に詰めてしっかりとストレート、そうですね、してあげる、うん、このチャンスが来るまではもう打って戻るの繰り返しですと思ったら、前に行ってしっかり打つ、一発でもまた打ちに行くぐらいの、そうですね、感覚で行くと、はい、もし行けなければ行かない、そうです。そうで、行ってもし帰ってきそうだなと思ったら、もう打ったら自分が今度取るっていうぐらいまで、そう、攻め切るっていうのが大事ですね。そうじゃないと今度ね、後ろ上げられてチェンジになってっていう、ちょっとね、また形式が変わってきちゃうので、そう、なるべく、まあ、クロスの方に後ろの人は持っていきたいですよね。そうなので、打ったらしっかりと戻る、そうっていうののやっぱ繰り返しですよね。そうがやっぱ重要ですね。はい、ちょっと
何分か聞いてもらって、わかりました。最後の仕方のコツだけ。はい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 。まあ重心やっぱ落としてあげることと、ラケットの動きですね。そうですね。握り方とかちょっとポイントだけ。まあ握り方はコンチネンタルグリップですね。まあ基本的にボレーはね、そうコンチネンタルグリップでボールが下に来るともう分かってるから、もうここにいる時点でもう分かってるので、もうすぐにラケット先出す。ボールの下に持ってくる。もう最初からある程度ね抜けるような感じ。そうですね。そう。でここからあとは前に押し出すんですよ。前にやっぱ感じあ、そうですね。状況によりますね。そう早ければもうこのまま打っちゃう時もあるし。ノーバウンドで取るね。これは安定なんで。はい。落として打つ場合となってる。あ、そうですね。アークボレーと、まあでも基本的には前に打つってなるとやっぱり深く打ちたいですよね。まあそうです。そう深く打ちたいと思ったらやっぱり一歩踏み出してあげた方が。やっぱり足のパワーを使えて打てるので、そうしっかりと前に踏み込みながら、こういうイメージですね。バックに来た場合はそうです、こっちも一緒ですね。もう踏み込み方っていうのはどういう風に出すんですか？足の踏み込み方、足の出し方、出し方、まあ、遠ければボールの軌道に合わせてやっぱ右足を遠かったら出してあげたい。でここからまあ踏み込む。そうですね、ボールが飛んでくる後ろに軸足をセットしっかりする。そうそう。でここからあとは打ちたい方向に、足を出してあげる。踏み込む方の足を出してあげる。そう、はい、まっすぐに打ちたいのであればここからこうですよね。そうですね、構え方は同じですね。構えは一緒です。構えは一緒、構えた感覚はもうほぼ一緒、はい、うん、でこのターンした時、ここまでもほとんど変わらないと思います。そう、こっからあとは足をストレート方向にこう踏み出すのか、こっからクロスに出すのか、そうなんでそんなに変わらないですね。最後の踏み込み足で変わるような感じですかね。こっちも一緒ですよね。そう、こうか、閉じます。そう、こうやってやると閉じます。はい、そうですね、はい、この間の動画でも、そうです、この動画でも100回も見てると思う。はい、待つ待つ、出方ですね。はい、基本的なね、そう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 、ポジショニングっていうところですかね。はい、はい、はい、そうですね。ボレーが来ないですね。それでボレーができるとね、結構強みでもありますよ、女性のね。やっぱジョダブとかだと1対1だと、ストローク対ストロークだともう解説できないっていう方も、これでやっぱそうですね、はい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 、
ということでありがとうございました。ありがとうございました。